怖いというか、怖い思いをしてきたじいちゃんのあまり怖くない話。俺の死んだじいちゃんが戦争中に体験したって話だ。じいちゃんは南の方で米英軍とドンパチしていたそうだが、運悪く敵さんが多めのとこに配置されちゃって、じりじり交代しながら戦う毎日があったそうだ。話を聞いていた当時厨房の俺には、日本軍なんて突撃とか玉砕とか、そんなことをやってるイメージだったんで、作戦で米英軍が進んでくるところをちょいちょい襲撃して、進撃を遅らせながら、こちらの被害は抑えて交代しながら戦うなんて意外だった記憶がある。そうやってじりじり交代していたじいさんたちだが、ある日とうとう敵さんに部隊の位置を捕捉されちゃって、爆弾やら砲弾やら、ガンガン撃ち込まれる事態になったそうだ。必死で友軍陣地を目指して逃げたので、仲間も一人二人と、生死もわからないままはぐれて行き、じいちゃんも死を覚悟しながら移動した。あと一日も移動すれば安全圏ってところで、近くに爆弾が炸裂して吹っ飛ばされたそうだ。気がつくと、友軍陣地なのか、兵士が大勢いるところだったそうで、助かったのかって思ったそうだ。そこは川に近い広場のようなところで、見覚えはなかったけど、大勢の兵士が寝転がったり雑談したりと、だいぶ前線から離れたような和やかな雰囲気だった。じいちゃんは衛生兵に自分の隊はどうなっているのか聞いてみたら、川岸にたむろしているのがそうじゃないかって言われたので、早速行ってみた。川岸に行くと、隊長の姿は見えなかったが、退却中に別れ別れになった仲間がいて、じいちゃんは結構助かった仲間が多いことに嬉しくなった反面、三分の一は姿が見えないことに悲しくなった。そして、特に親しくしていた仲間と雑談しながらくつろいでいると、川の向こうに見覚えのある兵士が大声で叫んでいるのに気がついた。その兵士は大声でじいちゃんの名字を呼んでいるので、目を凝らしてみたら、どうやら同じ隊の A って人のようだ。じいちゃんは A が川の向こうにいることを仲間に教えた。最初は皆キョトンとして、川の向こうに人影を探している様子だったが、あんなにはっきりと A が見えているのに、見つけられないようだった。そのうちに誰かが、ああ、そういうことか、と言って、皆でじいちゃんを担ぎ上げて、お前はあいつのところまで行ってこい、とか、しっかり泳げよ、とか言いながら、慌てるじいちゃんを川に放り投げたそうだ。じいちゃんは怪我人にひどいことをするもんだと思ったが、あの退却で A も助かったんだと思うと嬉しいので、痛みをこらえて川を泳いで行った。向かいの川岸では、A が自分の名前を呼び続けているので、声を頼りに近づいてゆくと、急に激痛が走り、しまったワニかと思ったらしい。激痛で意識が飛びそうだと思った時、今度はベッドの上で気がついた。さっきまでいたところともまた違う。どこかの友軍の陣地。じいちゃんは激痛をこらえながら衛生兵に聞いてみると、自分の目指していた陣地よりもさらに先の場所だった。衛生兵に、君の隊は大変だったな。背負ってくれた仲間に感謝しろよ。って言われて、じいちゃんはいろいろ聞こうとしたが、今は寝ていた方がいい、と取り合ってはくれなかった。次の日、じいちゃんは痛みと疲れでぼんやりとしているところに、A が訪ねてきた。A は開口一番、お前は隠れて何か食ってたのか？重かったぞ、って笑いながら嫌味を言ってきたそうだ。じいちゃんは A が運んでくれたんだと思いながら、これでも痩せたんだと言い訳をした。言い訳をしながらも、心に引っかかる言葉が言い出せずにいると、A の方から、うちの隊は今のところ、7名だ、と言われた。じいちゃんはあの川岸であった何名かの名前を口にしたが、A は挙げた名前の人は誰も来ていないと言った。そしてこの陣地にいるのは、A に聞いたところ、あの川岸にいなかった人たちだったそうだ。
じいちゃんはこの話をした時に最後にこんなことを言っていた。戦場に行けば死に花咲かさにゃいかんとか話にはなるけど、やっぱ戦友には生き残ってほしいものだよ。みんな同じ気持ちだよ。じいちゃんは8年前に亡くなってしまったが、あっちでは川岸の戦友さんと仲良くやってんのかな。